ベキサロテンは、皮膚 T 細胞性リンパ種の治療に用いられる化学、療法剤の一つである。第三世代のレチノイドに分類される。商品名タルグレチン。アメリカの FDA に1999年に、欧州医薬品庁に2001年に、日本のプムダに2016年に承認された。ベキサロテンは一つ以上の全身治療後に再発した、または治療抵抗性の、または 他の局所治療に、忍ぶ広市でなかった患者の T 細胞リンパ腫の皮膚症状の治療に使用される。未治療の皮膚 T 細胞性リンパ腫に対する有効性及び安全性は確立していない。適応外治療として、非小細胞肺癌や乳癌の治療に使われることもある。ベキサロテンはレチノイドであり、再帰性を持つ。には近忌である。英国の添付文書では他にについて、 近畿とされている。添付文書で重大な副作用とされているものは、である。発現率の記載のないものは、頻度不明その他、10%以上に血小板数、増加、悪心、嘔吐、頭痛、倦怠感が発現する。甲状腺への影響は、レチノイド X 受容体を介した、甲状腺刺激ホルモン減少作用によると思われる。ベキサロテンの血中濃度は、 サイプ 3A4 阻害効果を持つ薬剤の併用で上昇する。サイプ 3A4 誘導作用もあるので、サイプ 3A4 の基質であるシクロホスファミド等の血中濃度が低下する。グレープフルーツジュースの摂取でもベキサロテンの血中濃度は上昇し、治療に影響すると思われる。ベキサロテンはレチノイン酸受容体に対立する機能を、 持つレチノイド X 受容体への選択性を持つレチノイドである。ベキサロテンは細胞周期を停止させ、分化やアポトーシスを誘導し、薬剤体制の形成を防止するまた、抗血管新生作用を有するとともに、癌の転移を阻害する。RXR がアポトーシスを促進する一方で、ロアは細胞の増殖を促進する。ベキサロテンは固形の白色粉末である。 N、エノジメチルフォームアミドに溶けやすく、メタノール、またはエタノールに溶けがたく、アセトニリルに極めて溶けがたく、水にほとんど溶けない。スタンフォード研究所とラホーヤガン研究財団の共同研究で発見された。医薬品としての開発は1994年から、米国リガンドファーマスーティカルズ社により開始され、米国の FDA に1999年12月に、 少なくとも一つ以上の全身療法に対して治療抵抗性を示した皮膚 T 細胞性リンパ種について承認された。欧州ではエマに2001年3月に少なくとも一つ以上の全身療法に対して治療抵抗性を示した進行期皮膚 T 細胞性リンパ種について承認された。日本ではプムダに2016年1月に皮膚 T 細胞性リンパ種を 効果として承認された。日本国内での大愛、通称試験の症例数が少なく、脂質異常症、衰炎、内分泌障害等の特徴的で重篤な副作用が出現することから、承認同日に使用にあたっての留意事項が厚生労働省から発表された。早期前臨床研究で、ベキサロテンがアミロイドを減少させて認知症症状を改善することが、 マウスのアルツハイマー型認知症モデルで示されたが、その後の実験では結果は一致していない。ありがとうございます。